質問大変お世話になっております QCD 革新研究所の中村です今回 Kindle 版でこのナゼナゼ分析これは散段研修会でやってきたんですが要点をまとめましたのでご利用願えると幸いですこのなぜなぜ分析というのはトヨタが皆様すでにご存知のように大不況で大変な時があったんですねその時に大野太一さんが 海外に行って徹底的に調べてスーパーマーケット方式という現在知られるジットというのを作ったわけです。そこで海外から帰ってきて10年を見据えた大戦略を立ったんですね。絶対に売れる車を作らなきゃダメだ。それに加える形でですね、ここにあるように不良ゼロで作らなきゃダメだということで生まれたのが今回のなぜなぜ分析です この特徴は三原主義で一つずつなぜ,なぜ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 と誤解問いながら真意を探る。一問題一原因一対策で進めるんですね。ところが、このやり方を見てなぜって聞けばですね、自動的に答えが出てくるんじゃないかということでもう一つ産業界にありますが、今回はこちらの内容です。ただし、トヨタさんでやる場合には製造技術が大変詳しい。 現場に詳しいわけです。現場行って一問題一因一対策で徹底的に知られる。ここにあるようなブレインストーミング式な内容とは違います。もし仮にねじしめの先ほどの不具合っていうのをブレインストーミングでやるとここにあるような内容が出てきます。これは違う手法なんですけど不思議とですね、ここに出てくる慰め事のような、まあ、はっきり言って飲み屋で語るような内容が出てくるっていうのは共通的な内容。 これが対策になりません。このブレインストーミング方式や専門的な製造技術者に頼る方式もあるんですが今回の場合はここにある現場で誰もができる方式を作っていこうよということで研究した内容を紹介させていただくというわけです他にもたくさん手法がありましてトヨタさんのように製造技術に詳しくない方が使った場合にはあれだけじゃできないということで 必要ならぜひこれをご利用くださいということでやってきますとここにあるようにかつてブレインストーミングでやってなんとなく下がったという根拠のないやり方に比べまして一問題一原因対策で確実に件数ゼロに持っていくことができますこれは他の物理現象でも同じですまあ、その中に一つなぜなぜ分析があるよというわけですね これは書の中を見ていただかないとなかなかご理解いただけないと思うんですが我々はこういう新しいゴダブリ法という名前を使ってななぜなぜ分析を今現在多くの企業に紹介中です同時に具体的に原因が除去できるかどうかそれを確証するためにこれ原理図化法というのも使っていかないとなぜなぜ分析だけでは解けませんこれによってゼロ化は図るというのがポイントになりますもう一つあります 比較分析 NASA でこれは開発された方法なんですが起こった現象と起こっても不思議でないものを徹底的に比べることによって Most Cause といいいううう最も起きそうな原因を探っていくという方法がありますこれは演習台をつけておりまして特にピントのクレーター不良実際にこの実務が担当した人が大変な苦労した内容これは簡単に解けるという方法を紹介しています。 でこのナザライズ分析っていうのは私ども TZD 研究会で研究した内容のごく一部なんです。したがいまして他のものも追加しながら使っていかないと解けないということが書に詳細に述べてますのでご利用いただくとありがたいと思います。